皆さんこんにちは。大昔ですね、ナナラジっていうのをやろうと思って、ずっとラジオに憧れていたので、ちょっとしたおしゃべりをこうやって撮り始めて載せていたんですけれども、なんともう何年も経ってしまいました、最後の収録から子供を授かってですね、そうすると今日なんとまあ久しぶりにお家でたった一人の時間というのができて、月に2回ぐらい、 1,2 回ぐらい家で一人の時間というのが時々できるんですけれども、コロナになったこともあって、夫が家でテレワークしてたりですね、まあ、基本的に娘がいたりとか、まあ、いない時もね、もうあれやってこれやってってもうやることが尽きないから、こうやってなんかね、やっぱりね、ブログ書いたりこう文章にするのはすごく好きだから、それはまあなんかね、人がいたってやったりとか夜中にやったりとかできるんだけど、なんでこうやって声で撮りたい、ずっと撮りたかったかっていうと、ちょっと娘のなんか可愛い声を再現したくて、再現というか記録したくって、でもね、彼女に向けるとね、それやめてしまうから、行った瞬間にこう録音するっていうのはいつも失敗するんですよね。だからね、こうやって一人の時に記録しておきたかったんですねなので今回はちょっと気持ち悪い内容かもしれないけど、私が真似をするっていう、娘の真似をするっていうやつなので、でもちょっと自分のためにも記録したいと思います。今2歳5ヶ月ちょっと過ぎたところで、もうおしゃべりが毎日上手になっていて、でもちょっと言い間違いがあったりして、もうとっても可愛くって心臓が持たないんですけれども、なんかね、こう前はあんまりリアクションとかも少なかったんだけど、最近はご飯作ってね、おじゃのためと思って一生懸命作っても食べないとかね、そういう塩対応はいっぱいありますよ、あるけど、なんかこう作った時に、わあ、もうすごいね、表現力がすごいんですよね。なんかこんなにストレートに反応してもらうとか、反応するって大人にはないなと思って、なんか例えば作った時に、わあ、美味しそうねって心から言ってくれるんですよね。で、美味しいねとか、ああ、じゃあもう一緒にやりたいなっていうふうな、この語尾がすごく可愛くて、なんかこう、あ、これはちょっと一緒にできないんだよなんて言っても、そしたら大声でね、泣き叫んだりするんだけど、泣き叫びながら、もーちゃん一緒にやりたいなとか言って言うから、あまり可愛くってやらせてあげちゃったりするんだけど、その声がたまらないとね、パパとママとうんたんと、まあ、自分のことポコちゃんって言えないですね、うんたんって言うんですけど、みんなで一緒にとかね、となんか大丈夫って私がよく言うから、あぶえぶとか言ってね、でなんか私が困ったことをなんかこうさ、相談というかお話ししたりすると、本当に困った顔をして、って言って聞いてくれて、うん、そうだねとかね、うん、とかだよ、美味しいよとか言ってね、あ、もうなんか真似だと全然表現できないな、こんな可愛くなくないんですよ、もうね、ちょっとやっぱり生の声じゃないとダメだな。私がこの妊娠中に撮った
自作曲の CD もすごいかけてくれかけに行っててかけてくれるんだけど、なんかね、やだとか言うんだけど、基本的にはすごい素直で、よくすごく聞いてくれる。なんかどこに行っても聞く力がすごいねって言われるんですけど、なんかこうこっちが話し始めるとんってこう本当に首を傾けて耳を傾けて聞いて、よく聞いてくれて、でちゃんと自分で考えて、うんうん行こうとか、エブンセブンね行こうとか、声優声優大好きね、もう女の子だからなのか、お買い物大好きね、ハートのあの形の人参をお雑煮にお正月に出したんですけど、そこからハートのっていうのが好きで、ハートの着たいとか可愛いの着たいとかね、お洋服、なんか私がね新しい服とか着てもね、いいねー可愛いねとか言ってくれるんですよね。もう私そんなにちっちゃい時女子力高くなかったけどだからなんか女の子本当に可愛いなと思って、男の子を育てる気満々だったんですけど、女の子生まれてみたら女の子で本当に可愛くて、もう一点の曇りもなくて、もう一生懸命歩いて一生懸命走って、反応が全部、ご飯食べた、うんうん美味しいね、うんうんとか言ってで、なんかあのワンワンのぬいぐるみをすごく可愛がってて、私が童謡を弾いてあげると一緒に座らせて、お隣にね、でね説明してあげてるんですよね。その声がまた可愛いんですけど、なんだね、なんだかね、なんだよ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 ね、とか言ってなんかモニャモニャ言ってるんだけど、ね、夜も寝る前は一通り大声で歌って、あんな腹の底から歌を歌うなんていうのももう久しくしてないですよね、私。もうできないよね、あんな。何でしょう、何がこう人を曇らせていくんでしょうか。やっぱりこう社会に出てね、集団生活していくうちに遠慮したりするようになるのかな。もう今はね、もうずっと6ヶ月ぐらい人になれるのにかかるぐらい人見知りだったんだけど、もう割とどこでも大丈夫になって、なんかどうぞとかしてね、バイバイとかはねちゃんとできますね。お辞儀とかまでするようになって、これちゃんと取れてんのかな。